ようございます。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日ですね、コンフィデンスマン JP 英雄編、今日ロードショーです。また地上波初コンフィデンスマン JP プリンセス編を、放送されます。前回のロマンス編は本当にね、ジェシーとスターがメインでやってた作品なんですけど、プリンセス編はちょっとね、あまり出ない形になりますが、またちょっと違ったジェシーも楽しめると思いますので、よろしくお願いします。で、私の方もですね、コンフィデンスマン JP の英雄編は見に行こうと思ってるんですけれども、明日ですね、明日行けたら行こうかなと思ってるんですが、今日はちょっと多分仕事をずっと忙しくなってしまっているので、見に行くことは難しいかなと思います。3日間のね、動員で上映期間が変わってきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。でね、ネタバレ禁止で感想をお話しさせていただきたいとは思っているんですが、皆様の方の感想もお願いします。はい、で、ラストシンデレラですね、関東はやってたんですけど、フジテレビでやってたんですが、他の地域ではちょっとやってないっていう方が多かったんですが、ぜひともね、これからこれを封切りにですね、いろんな作品が再放送されていくことを切に願っています。で、見れる方は見ていただいてですね、視聴率が上がれば他の局とかも入れ、はい、やっていただける可能性がありますので、諦めないでやっていきましょう。まあ本当にね、今までちょっとね、円盤化は難しいであろうと言われていたような作品ですね、先日のね作品もそうなんですけれども、出てます。で、私の方もキンキーブーツはね、ぜひ出してもらいたいなと思ってるんですが、まあ、今回ね、コンフィデンスマン JP が最後のね、出演というか映画になってしまうんだなと思うと、すごい寂しい気持ちもするんですけれども、できればキンキーブーツをね、映画館でね、大画面で見れたら感動される方もいらっしゃるし、考え方もやっぱこのね、人種とかそういう域を超えて、性別とかも超えて、人類愛という形で考えも変わってくるのかなって思っています。ぜひともね、これを機会にね、もうちょっとコンフィデンスマン JP が最後だと思うと悲しくなっちゃうんですけれども、ぜひともキンキーブーツを映画館で見たいなと思ってますので、これが私の意見に賛同していただける方はグッドボタンをお願いします。そうしたら、そういうのがね、もし、広まっていけば、できればね、こうそういう形になっていただけたらなと思っています。ずっと心に残ってるのが、なんかね、とある団体の方が活動、外で活動してる時にですね、とある事務所の幹部の方、女性の幹部の方が出てこられて、ハルマは生きてるって言われたっていう風な話を聞いていて、じゃあその時にもうちょっと突っ込んでみて、どういう風な話なのか聞いていただけたらよかったかなって思っています。逆にそういう風な話をしたんであれば、それをオープンにしていただけたらいいかなって思っています。言えない何かがあるのかなって思っています。なんでそういうふうに、だから、生存派の人自体が
事務所側っていうわけではないと思うんですけど、まあファンにはファンのいろんな気持ちもあるのでね、それはちょっとあまりにも早いね、仮装とかね、そういうのもねあって、ちょっと分かっちゃいけないような何かがあったのかなって思っちゃうのは人間だと思いますね。はい、で、忘れちゃいました、本当にもう今話そうと思ってたこと、本当にね、これからね、この間ですね、インタビューで、インタビューじゃないや、アンケートを出させていただいたんですね。見てらっしゃる方は見ていただいてると思うんですけれども、そうですね、もうなんか、退避してるか生きてるかっていうので、本当にぐんと、なんかわけのわからないアンケートだったんですけど、大体半々ぐらいなのかなって思いました。まあ本音とね、まあ現実どうなんだろうなっていう不安とね、やっぱりあると思いますしね。半々ぐらいだったようですね。まだ自らっていう方もいらっしゃるので、まあ私はそれはどうなんだろうなと思うんですけど、それだけはないと信じたいですね。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。では今日ね、映画館に行かれる方、ぜひともいっぱいね、発信できる方は、よかったよって発信していただけたらいいかなと思います。一人でもたくさんの方がね、映画見ていただけたらなと思います。そうですね。で、3月になるとね、いろんなこともまた春動き出しますしね。去年の春は随分春になったらって言ってたんで、そうですね。まあ、わかんないですけどね。私はね、もう本当に長い目で見てるんですよ。短い期間で世の中変わるわけではないので、はるまさんがどうこうじゃなくてですね、世の中のことはやっぱり長い目で見ていきたいなと思ってます。で、おみちゃんがですね、もう本当に弱体化してるっていう発表もあって、そのランクを下げようかねっていう話もあって、そしたらもう普通のあれですもんね。で、今私の仕事もちょっとそういう風な関係で、実はちょっとね、助かってる 部分もあったりするんですよ。あちこち行かなくても電話で OK だよみたいなところもあったりとか、みんな集まんなくても、ほら集まっちゃうと危ないから、集まんなくても書面でも OK だよみたいなところとか、会議を開かなくても OK だよとか、あと会議もそのね、ズームとかそういうふうなオンライン会議でいいよとか言っていただけるような状況なので、私も助かってるところがあるんですけれども、この後どうなっちゃうのかなっていうのが、まあ、そのまま続いてくれれば OK なんですけど、一回ね、もう大丈夫な症状になっちゃうよってなった時に、その私の仕事どうなっちゃうんだろうなっていうのがちょっとあります。今すごい仕事忙しくなってしまって、ちょっと調整とかかけたりとかしてて、すごいちょっと疲れてて、昨日もなんか、私月1回だけのマッサージは本当に欠かさないんですよ。温泉に行ってマッサージしてもらうのが夢なんです。でか、まああれなんですけど、それでもうぐっすりやってもらってる最中、熟睡してしまうぐらい疲れが溜まってるみたいなんで、明日は映画館に行きますけど、ちょっとゆっくり土日で休みたいと思います。久しぶりに休みたいと思います。お正月もなかったです。本当に。ありがとうございます。でも本当にね、コンフィデンスマン JP を応援をお願いいたします。皆さんの協力お願いします。はい。では、今日も一日頑張りましょう。ありがとうございます。